どうもお疲れ様です。早朝です。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。で、前回、ここの昆布回収機を作ったわけですが、この状態ですね。で、作った時にこっちは回収できるのにこっちピストンが動かなかったじゃないですか。その原因が分かったので一応報告をいたします。ですね、ここ、今この何て言うんです、このリピーターかな、リピーターだったかな、これが、奥の方にあったんですけど手前に持ってきました。その理由はですね、ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちください。元に戻しますんで。その理由がですね、あっこの手前、あっこの奥に、ここからあっこのここら辺からここまでレッド信号が届かなかったんですね。で、手前にすることでここまでピストンが動くようになりました。で、これで今回収率がちょっと上がった感じですね。で、今日はですね、まあこの昆布たちを一応、焼いていきたいんですが、まあ一発でできるやつも作りたいんですが、まあそこまでの進んではないので、まあ作ろうと思えば多分作れるんですが、このここを改良すればそりゃいけるかもしれないですが、まあ一旦焼いていきましょう。これで、で思ったのが、じゃあこの自動焼き機あるじゃないですか。自動焼き機昆布が出てくる。じゃあ昆布だけ仕分けができればいいのかなと思ったんですよね。となるとあれですよね、あれと同じ装置を作ってしまえばいいってことですよね。これですね、ここのあれ、これですね、この装置を作ってしまえばいいっていうことなんですよね。となると作ろうと思えば、ファントムが湧いたってことは、お前なんだよこれでやるのか。ゲロファントムが来るぞ。なんか引っかかってるファントムがいるね。逃げた。ファントムが逃げた。ファントムさんは逃げた。ファントム、降りてこい。ファントムが来るってことは雷雨ですか、降りてこなくなった来るかい。来ないですね。ファントムは降りてこない。来たか、来たぞ。
ラー油だ。ラー油なので一旦追ってきたよ。引っかかってんじゃないですか、これ辺で引っかかってはなさそう。どこか行った。よし、じゃあ寝ましょう。なんか焼けてますね、そこで。じゃあ早速やっていこうと思います。で、必要なのがあっこに増設するとしたら必要なのが、このこっちですねと、ホッパー3つあるからなんとかなるわと、まあ必要な分ちょっとかき集めますか。あれ仕分け機を作ればいい話なんですよね。仕分け機とということは、あの地下にもうちょびっと地下を掘らんにいけんってことですから、必要なものって言ったら、何が必要かな。あれか、あれがいいか、あれがいいな。これですね、こいつらいりますね。これ一つと、これがいります。確実にこれがいります。あと必要なものは、どこかにあるかな。あったあった、これも必要、これも必要で、あともう一つ、装置を作らないといけないとなると、倉庫ですね。倉庫に行って、ここじゃない、多分どこだ、これだ。入ってない、入っていなかった。どっかないか。全部使ってるってうちはないと思いますが、あったあったあった、これが多分2個ほどいるんじゃないかな。でレッドストーンもあるんで作れるんじゃないかい。2個で、あと必要なものは木を1本作っての、レバー作りすぎたけど、まあいいでしょう。で、ここですね。ここから直接、ここにあれなんですよね。ちょっと待ってください。裏に行けるかな。
スト、うん、まあ、ここってここほとんど土なんで作ろうと思えば作れるんですよね。で必要なのは出てくるんで、こっち向きに、こっち向きに、ちょっと石を置いといて、で、ちょっとしゃがんだ状態で、まあ一旦ホッパーを置きます。ホッパーを置いて、で、ここでしょ。で、これでこっちしゃがんだ状態で。直接入ることはないんで、で、でこうしてちょっとここ掘っても問題はない。でこの下を掘って、でこれですね、これは必要ですよね。これと、で、ちょっとこっちを出してもらって、こうか。これで、レッドストーンを引いて、で、こう
か。まだ降りてきてない。ここが必要なのか。違う気がする。ここは必要じゃない。もしかして。ここで仕分けてこう来るのか。こうでしょ。でこれで降りて多分こっちに来るんです。でここに来たのを、どうするかな。ここに来たのを、石で蓋をしといて、で、やっときたいのはちょっと、これですね。これを上向きに設置します。上向きに設置して、で、だったら、だったら、ここへこました状態の、ちょっと待ってください、ここも貼った方がいいわ。で、ここに、一旦石を置いといて、で、で、これか、これを一個はこっち、でもう一個はこっちです。なんか出てきた。あ、できた。できたけど、できたけど。吐き出してくるっていう。で、多分できたんですが、できてるんですが、これだけじゃダメですね。ピストン。ピストン、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 ピストンが必要。しかも粘着がついたピストンが必要。どっかにピストンなかったかな。
今日も。そして、あのままじゃピシピシうるさいので、忘れちゃいけないのが、埋めることを忘れないように。あれ？ね。これですね。これで。そして。あれなんで、地上に階段ブロックかなんかあればまあいいんですが、まあいろんなもん置いていくな。これで動くのかな？これで動けば問題はない。あ、動いたね。チェストの中に入っていく。あ、できてますね。6。入って7。あ、できてますね。オッケーオッケーオッケー。で、この上でここに昆布を入れたやつが焼けて、でここのここで仕分けられて、多分大量に入ることはないと思うんで、うん、例えばこの丸石を焼けば、
入って、何本か入ってる。多分この大量に入ることはないと思うんで、これで昆布ブロック、乾燥した昆布ブロック製造機完成しましたね。これ、これちょっと続けて3回買い置けば、カチャカチャこの機械が 重くなったりとか、まあ大変なことになるんで、これで昆布の処理はできたかな。ちょっと持ってきましょう。焼いたやつがちゃんとできるのか、ちゃんと仕分けられれば問題ないわけです。あとは、これですね、ここですね。今60あるんで、じゃあちょっと入れてこれ入れていきましょう。さあできるでしょうか。これがうまくできとけば、まあ昆布自体はまあ出てきてもブロックにならず出てきてもまあ問題はないんですけど、まああとは上に入れるだけですね。一旦上に入れたやつがちゃんと仕分けられてなるかですが、まあ、今石が焼けてるので、ね、これでちょっと入れましょう。今のとこ大丈夫です。今のところ大丈夫ですね。ここには出てきない。ここで増えていけば問題ないんですが、焼くのに時間がかかるからね。25にならないね、まだ。結構入ってるはずなんだが、まさか下向きにしないと。上で引っ込むんじゃなかったっけ。どっちでしたっけ。まあどっちでもいいんですけど、26になればまあこれの装置が上向きでできるってことなんですが、雨ですね。じゃあちょっと見てみよう。25の
できる。できましたね。うん。というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。いかがだったでしょうか。まあ理想では昆布を自動回収したものがそのまま焼き機の中に入って、でもう乾燥した昆布ブロックになるのが理想なんですが、それは、もう燃料がもう無限化した時じゃないとちょっときついので、多分今の装置でも無限ではないので、多分あの棒が尽きたら、あの多分きついので、多分そのうち追いつくと思うんですよね。この竹自動回収機で棒になって、ブロックになる、多分追いつくと思うんで、追いつかないような機構ができたら多分できると思う。今のところ棒が減ってきてはないので、多分今のところは大丈夫です。はい、こんな感じです。ございます。まあ、今日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。どうも。